なんか飛んでますね。なんだこれ。なんだこれ。あー。あ、どっか行っちゃった。こんな時期にまさかの昆虫。はい、どうも皆さんこんにちは、虫もどきです。お、こんなとこにコカマキリがおりますな。セミの抜け殻がありますね。ほれ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 、なんか虫がくっついてるのかと思ったら抜け殻でした。残念。お腹パンパンのコカマキリを見つけました。メスかな。お尻を見てみましょう。あ、メスですね。これオスはね、尾状突起っていうのがついてるんですけど、メスは何もないんですよね。このとんがってるのが2つあるじゃないですか。オスはこれと別にね、もう2つあるんですね。これメスですね。多分もう産卵に備えてるんでしょうね。コカマキリもかっこいいよね。いや、 やっぱりね、こうやって外でね、昆虫観察するっていうのは楽…ちょっと待ってちょっと待って、マジまだいるのお前。あ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。ちょっと待って待って、嘘じゃん。これクワガタね。マジか。何、コクワかな。コクワっぽいね。コクワのメス。え、でもなんか背中…え、コクワだよな。ちょっとこれ持ち帰ろう。え、マジか。ちょっと予想外すぎて困惑してるんだけど。え、もうだって、今なんだ、いつだっけ、10月のもう後半、もう11月ですよ、もうすぐで。そう、しかもこんな日中に。いるもんですね。ちょうど今ね、コクワガタのメスがいなくて困ってたんで、コクワのオスばっかりね、今テラリウムで飼ってるんですけど。いやー、ラッキーですね。こいつ持ち帰って、どうだろう、卵産んでくれるかな、わかんないですけど、ちょっと一緒に飼育してみようと思います。コクワでは、ちょっと汚れててわからんけど、コクワだと思いますね。違うかな。やった、いるもんですね、こんな時期に。ちょっとびっくりしました。虫もどきチャンネル。